チャンネルへようこそ。はい、ということで、新企画シリーズ社長と語ろう、第1回が、再生回数100回超えましたので、第2回目やりたいと思います。はい、はい、ということで、宮川の質問ボックスに、質問も寄せられましたので、そちらにお答えしたいと思います。東堂さんはユーチューバーになりたいんですかっていう質問が来ましてですね。はい、ユーチューバーになりたいです。嘘です。はい、別にユーチューバーにはなりたくありません。はい。で、もともと、じゃあなんで、この投稿電気チャンネルっていうね、ユーチューブを作ったのかということでですね。まあ、もともとあのうちの会社のね、アピールとか宣伝とか、まあ。今まではやっぱりアナログの媒体ですね、こう新聞とか、ラジオの CM だったり、まあ時にはテレビとかね、まあいろんな、でホームページとか、まあとにかくお金がもうめちゃめちゃかかるわけですね。この広告宣伝費というのは非常にかかって、なおかつこのうちの情報がなかなか伝えられないっていうのがやっぱり、難しい問題がありまして、まあそれで、そうですね、どうやったらこう、ね、例えば営業マン一人一人の個性とかね、特徴をお客様に分かっていただけるのかなというのをまあ考えた時には、 ある方にね、この YouTube ってどうなのかっていう話をされまして、ああ、じゃあまあね、この要はお金をかけずにね、どんどん情報発信ができて、みんなが、お客様がね、こう分かってくれるんだったらいいのかなというふうに思ってまあやりだしました。去年の、2月からなんで、もう約1年ぐらいになりますかね。はい。まあ、おかげさまで結構面白い企画とかね、まあ、時には批判されながら、やっておりますけれども、まあ、これのいいところがやっぱり、ね、営業マン一人一人の本当個性をこう出して、まあ、楽しみながらもいろいろ会社のね、この良さ、こういう会社なんだよっていうのを、まあ、結構、ね、まあ、全部じゃないですけどもね、もちろん真面目なところもありますが、まあ、伝えられているんではないかなというふうに思います。そこで寝てる人いますけどね。寝てないですね。はい、なので、最近は結構面白いもので、求人とか出す時とかね、面接の時とかも、まあ、このこちらの、ね、投稿電気という会社を説明する前にこう投稿電気チャンネル見てくださいっていうと結構すごく分かりやすいというかですね、結構活用させていただいております。あとはまあ、イベントの告知だとかね、抽選会だとかもいろいろやらせていただいたときに、この YouTube をまあ媒体として使うっていうのが本当に効率的だなというふうに思いますし、まあ商品の本当に良さだったり使い方だったりっていうのを本当細かくこう YouTube で発信すると、非常にお客様から喜ばれている部分も実際あるので、まあそういうためにね、この YouTube っていうのを始めたわけでございます。はい。で、そうですね、決してお金稼ぎで YouTube をやってるわけではありません。はい、本業の方がありますのでね、この、まあ、要は広告宣伝に使えるよということでね、やらせていただいてますので、しかし、チャンネル登録、たくさん欲しいのでですね、まあ、ぜひまずは、1000人目標に、あ、今ちょうどお客様が来たということで、はい、1000人を目標にします。1000人達成すると、感謝祭ということで、また抽選イベントもやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はシャープの室蘭でね、ちょっと撮影をさせていただいて、お客様の来る合間にちょっと撮って、今お客様来ましたので、で今日ちょっと日曜日ということで、ノーカットノー編集で配信していきたいと思いますので、よろしくお願いします。またこれ、好評であれば第3回、東堂社長の質問ボックスやりたいと思いますので、引き続き宮川の質問ボックスに、質問をお願いします。では、ありがとうございました。